引きこもりニートが何万人もいますが、竹井日本にとっても大きな損失です。昔はここまでいなかったと思います。何が原因なんでしょうか。またどうすればニートを減らすことができるでしょうか。まあ、教育システムを変えることじゃないかな。うん。まあ、入試だったりとか、入社試験だったりとか、そういったものに向けての学習が多すぎて、やっぱ実質的に自分がお金を稼ぐってことやっぱ知らない人が多すぎて、なのに、自由とか、平等とか、そういった意識だけは広まっちゃってるから、自分はもう能力的にとか知識的に、それをたくさん手に入れた人と平等な仕事ができないっていうのが途中で理解できちゃってる。で、その人とのコミュニケーションも取りたくないみたいな人が多くて、で、能力も磨きたくないみたいな状態で、はぐれちゃって、それでもう社会で戦うってことにこう意欲が持てないような状況に陥っちゃう人が多いんじゃないと思うよ。うん。だから部屋にいたってニートだろうがさ、なんだろうが、要はパソコンいじってとかさ、なんか、まあ YouTube やってとかでもいいけどさ、一人の時間を何か、能力開発に費やして、金稼げちゃえばさ、全然別に損失にならないわけじゃん。売り上げ上げて、税金納めてりゃさ、GDP 上がっていくわけで、そういったことがもうね、全体的にやっぱりみんな、頑張って働くのも嫌、勉強するのも嫌っていう人が増えたってことだと思うよね。その結果、世の中で結果が出ない人が多いから、やっぱ相対的に、それでやっぱりニートっぽい人が増えちゃってんじゃないのかなと思うけどね。俺なんかさ、スポーツやったってもできるしさ、勉強もそこそこ頑張ってしたからさ、知識もそんなに全然ないわけじゃないから、どんな話でもできるしさ。って考えるとさ、もうニートになりようがないじゃん。能力がさ、特に芸能界っていう場所では使える能力山ほどあるから、仕事来るしさ、楽しいし。そういう能力と知識やっぱり足りない人とかな。でも知識がすごい人でニートになる人もいるから、一概には言えないよな。うん、でもそういう人はやっぱりコミュニケーションが苦手な人が多いよな。人とコミュニケーション取りたくないっていうね。まあそれでも IT 大国みたいになってりゃいいんだけどね。ただ単に。それでも十分飯食えるけどな。インドみたいに稼げるし。